もし町というものになして人と同じような意志や心があるとして、そしてそこに住むた人たち幸せにしようってそんな思いでいるだしたら、こんな奇跡も町の幸せかもしれないです。でもそれは奇跡じゃないんですよね。町を大好きな人が町に住み、人を好きな町が人を愛する、それはどこにでもある当たり前のことのはずです。私たちは町を愛して町に育まれてるんです。町は大きな家族か。はい、南五大家族です。ああ、俺にやっとわかった気がする。